Yekaterina Gordieva and Sergey Grinko. このポニーテールの可愛い女の子が世界チャンピオンです。15歳のエカテリーナ・ゴルディーワと20歳のセルゲイ・グリンコフのペアです。上がる選手はいませんね。本番では4回転したんですね。そうです、ソビエトの中でね、6位ですよ。6位だったんですか。2年間でもうあっという間に世界チャンピオンですよ ね、 85年の世界のジュニアワールドっていうのはコロラドスプリングスで行われたんですよね、その時に出てきてみんながもううわーって言ったんですよね、それでもうあれよあれよっていう間にもう世界チャンピオンになってしまった、ですからあの去年昨シーズンですよね、ジュニアで優勝して、それでその足でままです、同じシーズンに世界選手権で優勝した、素晴らしいペアですね。本当そうですね。ゴルディはグリンコフがアンコールに応えます。本当にこのゴルディはの可愛らしさを生かしたコスチュームですね、これは。あのペアの場合にですね、調和ユニゾンという言葉で言われるんですけどね、技術の調和ももちろんですけれど体もね調和した方がいいと言われてるんですよね。でこ の、 あのペアの場合には非常に差があるわけですね、外差がある場合にはどうしてもあの男が持ち上げてしまってるというような動きばっかりが目につくケースが多いんですよ。とはそれが全然よくご覧になれば分かりますけどね、感じないんですよね。いや彼女 の、 あの技術が素晴らしいですね、スケーティングでもこれだけ小さいですのでちゃんとあの2人がその、ね、調和を保って滑りますから本当に技術的に素晴らしいと思います。珍しくスローのナンバーを使います。セントルイスブルース、のゴルディオはどうですか。またこれも味があっていいんじゃないですか。この表情が可愛いですね、
楽しいプログラムでした。そうですね、あのロドニナ・ザイツェフ、もうこれはもう大選手ですよね、あのこの、まあ、ロドニナは、まあ、パートナー途中で変わって10年間優勝したわけですね。そうするともうそれに匹敵するような選手になると思います。それをむしろ凌駕するんじゃないですかね。そうですね、私はこの、あの彼女の方がもう少し身長が伸びた時点に、どんなに素晴らしいね、あのもっと成熟したペアになるか非常に、はい、楽しみに思います。まあ、あの舞台裏ではこの子はシングルスケーターにしてもかなりやるんじゃないかという声もあったぐらいですよね。あの大体あのペアの場合はですね、シングルの足という、まあ、我々言うんですけれどね、そのぐらいの技術がないといけないというんですけど、本当に素晴らしいと思います。もう10年どこじゃなくてね、年齢からいけばですね、ロドニナが30近くまでチャンピオンになりましたからね。そうするとこれ優勝すること十何年ってなっちゃうんですよね。 そうですね、そのぐらい素晴らしい技術を持っていると思いますね。はい、